希望実験旨を用いて宇宙人を補修し、地球に持ち帰り調査することになっている。リーダーの山岸秋彦をはじめ、宇宙航空研究開発機構など26の大学と団体の研究者が参加している。風雨に運ばれるタンポポの種もし、タンポポ計画により、地球低軌道において微生物が検出されれば、その事実は地球上の生命が他の惑星へと移動する。 可能性があることを示す。計画名は宇宙へ飛んでいく生命の種を風に運ばれるタンポポの種に重ね合わせて命名されている。タンポポ計画は ISS の希望実験胸船外実験モジュールにて行われている。宇宙人の補修と乾燥した微生物を地表から高度4 0 0トルの軌道を周回する ISS の船外に暴露する実験が進行中である。 生命の起源は地球外にあり、流星、小惑星、水星、宇宙人などにより拡散したとする仮説、パンスペルミア説のいくつかの側面をこれらの実験により検証する予定である。この計画では地球上の微生物が一時的にでもフリーズドライ状態で低軌道上において生存できるかどうかも検証する。スターダスト計画で使用された エアロゲルブロック製の宇宙人補修機3つの重要な微生物として、デイノコッカス属の D ・レイディオドレンズ、D ・アリアス、D ・イサリアスが挙げられる。酵母などの他の微生物の容器も希望実験棟外部に設置され、微生物が宇宙空間の冷たく厳しい環境にさらされながら、長時間の旅を生き残ることができるのかどうかを検証する。また、暴露された。 地球上の微生物のサンプルと地球外からの物質を評価することで惑星間移動の期間中に生き残ることができるのか及びどのように変化するのかを調べることができる。2017年5月に公表された報告では4種類の細菌を含むバイオフィルムを穴に入れたアルミニウム製パネル3枚を ISS 外壁に2015年5月に設置し宇宙空間にさらした。 うち一枚を約一年後に取り外して地球に持ち帰り、分析したところ、宇宙船に含まれる放射線や紫外線への耐性が強い蒸気のデーノコッカス、ラディオデュランスなど3種類が最大10%程度生き延びたことが確認された。加えて宇宙を漂う全生物的有機化合物を捉える狙いもある。計画では3年間にわたって宇宙人や その他の粒子をエアロゲルと呼ばれる超低密度、シリカゲルを用いて補修することになっている。これらのエアロゲルは2018年まで1から2年ごとに取り替えられることになっている。エアロゲルは希望実験棟船外のロボットアームにより設置及び回収される。その後、2018年に着陸、機関カプセルに搭載されて地球に向け出される。エアロゲル回収後、 科学者により補修された微粒子とその軌跡が調査され、微生物学的、有機化学的、無機化学的解析が続いて行われる。微生物を含む可能性のある粒子は PCR によりない電子を増幅させた後に DNA シークエンシングにかけられる。ありがとうございます。